島インタビューです。大船渡市盛町にお住まいの医師山浦春次さんにお話を伺います。山浦さんは東北大学医学部を卒業され、助教授を務められた後、郷里の大船渡市に戻って山浦医院を開業され、今日まで地域医療に大きく貢献されています。その傍ら、大船渡市、陸前高田市などを含む気仙地方の言葉を深く研究され、気仙語大辞典を出版し、この気仙語に訳したキリスト教の聖書も出版されました。東日本大震災の津波で甚大な被害を受けたこの大船渡市、陸前高田市、山浦先生ご自身も被害に遭ったそうです。今日は山浦先生が体験された大震災と、被害にもめげず書かれた新しい5本から、聖書の言葉のいくつかをご紹介いただき、お話を伺います。聞き手はラジオ深夜便の川野和家アンカーです。山浦さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。山浦先生をお会いするのはほぼ10年なんですけれども、去年の3月11日の大震災以来、ほぼ1年間先生は大変な月日を送られたことと思います。こうして元気なお姿を目の当たりにして、私はほっとしますとともに、10年来久々でお会いするのを大変嬉しく思っております。ありがとうございます。おかげさまでピンピンしております。去年3月の大震災、甚大な被害がありまして、岩手、宮城、そして福島、もちろん茨城、千葉、長野などもありますけれども、大きな被害をもたらしました東北地方、その中で大船渡盛地区も大変な被害を受けました。そしてなかなか思い出すのも辛いことだろうと思いますけれども、当時のその当日の様子を再現してお話しいただけますか。そうですね、ちょうどあれは3月11日、まだこの辺は寒いございます、午後の診療が2時半からで、でそろそろ診療に行こうと思って、それで自宅の裏口を出て、山浦医院の通用口の裏の方にですね、回ったところにものすごい地鳴りが来ましてね、それでドーンって音がして、それと一緒にグラ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 って揺れ始めて、うわ、これはただごとでない地震だなと思いまして、今まで地震は随分経験しましたけど、あんな地震は初めてですね。で診察室に飛び込んだら、もうみんなキャーキャー言ってるしですね、ドタンバタンとあっちこっちからいろいろなものは落ちてくるし、看護婦が金切り声を上げてですね、先生コンピューター室がーって言うんで、あ、そうだな、コンピューター、MRI とかですね、レントゲン装置がありますけど、全部コンピューター制御だ。それでもう何よりもまずあれを助けなくちゃと思って、で制御室に飛び込んだら、大きな電源装置やらコンピューターの制御卓がもう踊りを取っているんですね。これ壊しちゃ大変だと思って、でそういうのにもう命がけでしがみついていたんですけど、まあ揺れましたね、あの時は。もう体感で、一尺ぐらい揺れたんじゃないかと思うぐらい揺れてました。いつまでもいつまでも揺れているので、であれなんか6分ぐらい揺れたんだそうですね。ああ、そんなにですかね。なかったですね。それでとうとう私車酔いみたいになったんですよ。地震で酔ったの初めてですね。吐き気してきて、それでもう腹が立ってしょうがなくなってですね、まあこういうところは気仙の人間っていうのは少し間が抜けてるんですが、どんどん地面を蹴飛ばしてですね、叫んだんですよ。天元ですらいつまで滅びこの腐れ根性って言ったんですよ。まあいつまでゆするかと、この腐れ根人、根人っていうのは、ほらこの辺の土地の下にはですね、根人様っていうですね、恐ろしいたたり神が住んでおりますので、で私はその根人様の頭をどんどん蹴飛ばしながら悪口を言ったんですよね。まあそんなことしてるうちに電気は消える、で、真っ暗になってしまってですね、でやがてまあ地震が収まりました。収まった途端にサイレンが鳴り始めてですね、でここはちょうど
大船渡湾に注ぐ盛り川の谷間なんですね。で東と西に山がありますから、防災無線がですね吠えるともう反響してものすごいんですよ。でわーわーって聞いたことないな、すごいサイレンでしょ。で大津波が来ます、沿岸住民は速やかに高台に逃げてくださいで叫んでるんですね。でここは大船渡湾の奥から2キロ以上離れてますので、ここまで津波が来るということはありえない、今までなかったんです。で沿岸の人は大変だななんて人ごとに思ってたんですけど、でもすぐに町エスに走っていって、であの時20人ぐらいいたかな。で大きな津波が来るとさ、みんなすぐ逃げらせんって言ってですね、みんな逃がしたんですよ。そしたら私の家の前をね、みんな人がねもう行列になってせっせせっせと走って逃げていくでしょ。ほんで戸板に婆さんを乗せた男たちがですね、わっせいわっせいって言ってですね、あの山の方に逃げていくんですよ。ほんでこれが大変だと思って、でうちの職員9人ばかりいるんですけど、みんな集めて、いいかまとまって逃げろよって言って全部逃がしたんです。それから女房がこの、あの自宅の方にいたもんですから、で自宅に回って、おい千恵子、津波くっそ逃げっぞって言ったんですけども、この奥様ですが誠に優雅な人でしてね、はい、私今気がしてるのって、全然らしが開かないんですよ。で私はカッカとしながらですね、何やってんだ早く来いとか言ってですね、で2階が寝室なのでそこに駆け上ったんです。でうちの中はもう今の地震でもう足の踏み場もないようなありさまだったんですけど、それで寝室に飛び込んだらですね、途端にあのザーっていうあの滝のような水音が聞こえてきたんですし、でしまったと思ってですね、窓からあの覗いてみたらですね、もう家の周りがもうこの辺がもう海になってるんですよ。です、ものすごい怒涛が押し寄せてきて、であっちこっちでバリバリベリベリバリバリバリベリとですね、家が倒れる音がしてですね、そして家の前には自動車だの、それからその家の潰れた残骸、それからタンスとか冷蔵庫とか、もうありとあらゆるものがですね、ザーッと流れてきて我が家の周りに渦巻いてるんですよ。はあ、それはあの深さとか高さにしてどのくらいですか？高さはね、私後であの家の前に立ってみたら大体4尺ぐらい、私の父の高さ、はい、120センチか150センチくらい、そうですね、はい、だからあの時私逃げていたらあの死にましたね。それで、女房が威張ってるんです、私のおかげで助かったのよあの家自体は堅固で、あのがっしりしてましたね。そうです、で我が家はあの床上浸水、ですね。で病院の方もそうです、床上浸水で、もうあのあとひどかったですよ、泥が。あ、真っ黒なねチョコレートとね、あの牛のクソを混ぜたようなですね、ものすごく粘っこいあの泥がですね、もう厚さ2寸ぐらい、もうべったりもう世界中を覆っていたんですね。それでそれからどうなさいました？それからもう女房と二人で一生懸命になって泥をかき出して、うちの町屋室は広いもんですから、だからあそこであの部屋を一つ、泥を出せばなんとかなるだろうっていうんで、二人で一生懸命でやったんですね、で金曜日でしょ、土日3日目か、月曜日からあの診察を開始することができた。ただ確か先生、電気は来てませんでしょ？そうです。それでそのパソコンとかその機械のもう全部ダメ。ダメ。という中で、よくそんなにすぐ再開なさいましたね。まあ貧乏の将だから貧乏に慣れてるんじゃないでしょうか。でもね、本当に寒くて大変だったですよ。電気が全然ないしね。それで気温は零下2度ぐらいですかね。でペンを持つ手がかじかんでね、あのまっすぐに普通に持てないんですよ、棒を握るみたいにしないといけない。それで処方箋を書いたりなんだりしなければいけなかったから、
朝から晩までガタ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 震えてね。でもそういう混乱した中で山浦委員が再開されたということは近隣の方にとっては大変ありがたいことだったでしょうね。喜んでいただきました、うん、山浦先生死んだそうだっていうことになったんですね。私時々死ぬみたいなんですよ。この前も風邪ひいて3日おから休んだら死んだっていうんでお悔やみが来たんですけどあの時もどうも死んだらしいという話だったんですが、生きてたぞっていうのでですね、そういう口コミが早いですからこの辺はね、山浦先生生きてたっていうんでですね、もう初日は40人ぐらい患者さん来ましたからね。それその次は70人ぐらい来たか。それからどん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 増えてですね、もう230人240人っていうぐらいの患者さんが毎日朝から晩まで詰めかけました。でもそれはその薬も限られた中で電気もなくてどうやって治療されたんですか本当に大変だったですよ。で薬がないでしょ。だからしょうがないから3日分とか5日分しか出せないんですよ。しかも交通手段が完全に途絶した状態で3日とか5日とか1週間ってのは酷なんですよ。大変だったですね。先生ご自身も1940年昭和15年度生まれて、はい、もう去年のその段階で70を超えてらっしゃったでしょそうです、実際にその災害に遭われるとなかなかそう客観的にこう お話になってるのとは違って心理状態も大変なことだったんじゃないですか。いやその時はそうでもないもんですよ、うん、そのドーンとやってきた時にはですね案外どつことないんですよ、うんうん、で気仙の人間っていうのは大体陽気でねその愉快なのが多いんですけど、うん、いや先生これは戦だからね曲げるわけにいかないからさとか言ってですね、先生も年なんだからね頑張って負けねえでとか言ってね、帰って励まされてですね、こんなことだとか言ってですね、みんなで助け合ってですね、非常に勇猛果敢にやってたですね。でもそういうのはやっぱり長続きしませんからね、2、3週間もするともうくたびれてきてだん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 変になりますけども、だけど直後の一番大変な時っていうのは案外頑張り抜くもんなんです、ね、どうにかしなければという、じゃあむしろ問題はしばらくしてからですね。そうです、うん、しばらくしてからですね。だいたいうちに電気がついたのは2週間後、水道が来たのもそのちょっと後ぐらいですよね。その頃から私自身もだんだんおかしくなってきましたですね。で街を歩くとご覧になったと思いますけども、はい、何にもなくなってですよ。もうねあれ見てるとね、体が勝手に泣き出すんです。自分の気持ちは冷静でいるつもりなのにですね、いきなり涙がボロボロ出てきてですね、それで横隔膜が痙攣して顔はぐにゃぐにゃになってですね、もう一人で泣き出すんですよ。でもう恥ずかしくて歩いてられないので、外に出る時には色眼鏡と大きなマスクをかけて歩いてるんですだからそうですね、1ヶ月ぐらいしてからうつ病の反応がだいぶ皆さんに見えるようになったですね、うん、そして特に高齢者はあんなにかくしゃくとしていたじいさんがなんでこんななんだと思うほどですね、もうなんか人格が音を立てて崩壊していくようなそういうありさまで、もうすっかりもう地方化してしまうんですね。死ねばいかった死ねばいかったってそれしか言わないんです。何言っても死んだ方がよかったって言うんですよね、うんうん、今日はですね、はい、先生がその最近書かれたご本についてお中心にお話を伺うんですけれど、先生まず気仙語ということについてちょっと説明してくださいませんか。あ、気仙語というのは岩手県気仙郡ですね、気仙沼ではありません、気仙郡の言葉ですね。ですから今の地名で言えば大船渡市、陸前高田市、それから住田町、それから釜石市の一部になった旧東仁村、この地方を気仙郡と言いますけど、この地方で使われている言葉を気仙語と名付けたのです。先生はその気仙語というものを研究なさって、気仙語の大辞典というのをですね、大部のものをお出しになって